上空写真ケベックのシュタデルは、カナダケベックシティのディアマン岬の上に立つ、要塞である。現役の軍隊が駐屯している要塞としては、北アメリカ最大の規模である。世界遺産ケベック歴史地区の一部である。もともとは、17世紀にフロンテナック伯爵、ルイド・ブワドによって築かれた城塞であった。当時のフランス軍事技術者、ジャックル・ワッサー・ドゥネーレによって、 上塞計画が設計され、ルイ14世の指紋技術将校であった、セバスティアン・ル・プレストル・ド・ボーバンによって1701年に承認された。1745年のリブール要塞陥落後、本格的な建築が実施された。現在、博物館となっている1750年の火薬庫と、1693年に築かれた下でる最古の建築物でもある、ディアマン・岬要塞が、 フランス統治時代の名残を留めている。敷地は37エーカーで、総督皇帝、イギリス国王や皇太子の取り出など25の建造物がある。1985年に世界遺産に指定されたケベック歴史地区の一部でもある。現在の星型要塞は1820年から1831年の間にイギリス軍により作られた。 建築様式自体は新古典主義建築で、防ンの追記法の影響を強く受けた防御重視の構造になっている。この時の建築の目的は、戦略的高地であるディアマン岬をアメリカ軍から防御することに加え、民衆放棄の際には、イギリス中東軍の基地とするためであった。四つの両方あるいは、城壁の突起があり、ケベック市街とエイブラハム平原方向に向けて、 外壁が巡らされている。シタデルの要塞がほぼこの状況で保存されたのは1872年から1878年にカナダ総督を務めたダファリン公爵フレデリック・ハミルトン・テンプルブラックウッドの強い主張のためであった。ダファリン公はシタデル内に第二の皇帝を置いた。第二次世界大戦の戦略のための会議であるケベック会談。 第二回ケベック会談が、このシタデルで、イギリス、アメリカ合衆国、カナダの首脳により行われた。シタデルの大砲王立、第22連隊の英兵交代式シタデルには1920年により、カナダ軍王立、第22連隊が駐屯している。またシタデルは、軍事基地に加え、カナダ国王及び、総督の第二皇帝としても使用され、伝統的に、 数週間滞在することになっている。下記は毎朝衛兵交代式がフランス語で行われる。シタデルと王立第22連隊博物館にはガイド付きツアーがある。現役軍隊の中屯地であるため個人での見学は不可である。シタデルに付随するこの博物館はかつては刑務所であったところで第22連隊のかつての制服。 第一次世界大戦の逸話や平和維持活動に関する品々やビクトリア十字勲章をはじめ連帯が受けた勲章の数々が収められた部屋もある。他にフランス統治時代に作られた火薬庫や模型による王子の様子の再現、歴史上の人物の像も展示されている。また絵画、武器、そしてこのシタデルでの軍隊生活が書き残された珍しい手書きのメモもある。 現在、博物館事務所として使われているのは、かつては、要塞の中の、おけやがあった場所である。ABCD、クイベック・シタデル・クラシファイド・フェデラル・ヘリテッチ・ビルディング、ヒストリス・プレイセス,ス・サ、ヒストリス・プレイセス,ス・サ、ハット・ a b c シデル、ロイヤル22エレジメント M、UM ・ MUSEUM-BONJOURQUEBEC.com、ハット・ ABCD。 ケベックシティシートデル、ケベックシティ、カナダイングハット ABC、ムーゼイロイヤール 22E レジメントイグジビッツ、ビルディング16ヒストリスプレイセス、さ、ヒストリスプレイセス、さ、ありがとうございます。